はい、えー、皆さん、こんにちは、えー、それではですね、きょうはあの2022年の司法書士の合格講座の本論編の会社法商法1回目ですね、えー、いろんいろな講座を持ってるんで、あのどの講座だか、あの講座名を間違えないといけないんですが、今日ょうはあの初級講座の司法書士合格講座、会社法商法の第1回目ということで、えー、会社法商法、講座あ、科目が改まりましたので、えー、少しですね、あのちょっと。 トーンダウンをして、前回までの,あの不登校の,あの、ねえー、フルマックスの講義ではなく、ちょっと科目が変わりましたので、いろいろなお話をさせていただきたいなというふうに思っております。今日はあの皆さんに番あの事前版書をさ出させていただいておりまして、えー、ちょっと今の、目の前にいらっしゃる通学の L タワーのクラスの方には、えー 通学学版の学習カレンダーしししかおお渡をてりません、えー、このあと、通信制の方通信ウェブの方そして DVD の方に向けましたあのスケジュールも実はもう作ってあるんですけれどもちょっとです、ね、あのこのクラスで提供してもあれかなと思いましてあの割愛をさせていただいております。であの今日10月17日月からの 会社法以降の学習カレンダー、これについてもちょっとこの後お話をさせていただきますので、えー、一旦たですね、板書、全2、3、4ページあの、通学クラスの方は4ページのものをお渡ししておりますので、えー、皆さんお手元でご確認ください、で通信の方、えー、そしてあの通信、えー、DVD の受講生の方にも、あの同様のものをもちろん、板、えー、書で提供しております、えー、そちらについてはあの、日付をちょっとずらしてですね、結局同じことなので、日付があの何日間ずれるか。 いうことですので、えー、あ、あのこの後、通学クラスの方に焦点を当てたアドバイスをさせていただく中。でも、あの通信の方は例えば2週間遅れね何日遅れという形で同じアドバイスをお聞きいただければと思います。で、あの、基本的に通学の方の方が有利とかいうことは全くなくてですね。まあ、ご存知の通り。あの えー、昨日昨日ですね。昨日、えー、この新宿エレターホンコの方で、えー、合格報告会 <laughs>、えーま、盛大に <laughs> 実施しまして、もうちょっと本当に大変だったんですけど、あの皆さんのあまりのですね合格の。 あのエネルギーをですねまともに食らった私たちあの終わった後講師、もう本当にもうあの疲労困ぱ憊い憊でというのはう嬉しい疲労困憊,憊なんですよ、皆さん方の,あの合格のエネルギーをいただいてです、ね、いやあの本当に報告をいただいてもう北は北海道から南は九州からわざわざ皆さん来ていただきましてですねでその合格の喜びを、えー、いただいた中で一発合格の方もあの本当に新幹線乗って来てくだて。 なさった通信の方何人もいらっしゃいます。で、えー、今ですね、そのレックが把握している一発合格者は10名なんですね。あの、えー、もっと増えると思います。去年もあのこのタイミングだと。 えー、このタイミングから1.5倍ぐらい多分、えー、人数が増えたと思うんですねまだ口述,述模擬試験の実施で初めてあのあ実は一発合格だったんだということが判明してポロ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 増えていくということなのであの講師と個人的につながりがあるような方でいうと全国でレックとしては今10名です。で <laughs> 10名ののの内訳を申し上げると私ククララススからあの通学クラスの 皆さん方の,その前の,の21年合格目標の、えー、方たちの通学クラスだから同じ教室で学んだ方から2人で、えー、もう1人通信からお1人で私は3人ですで、えー、と根本さんのところから、えー、2人。 えーとそれからあとは佐々木さんのところから2人、えー、森山さんのところから1人そしてあの北海道の臼杵さんのところから1人、えー、あとはあの秋元さんのところから1人というような状況なんですね。 ただあのもう1人、ですねあの私のクラスの方で、えー、一発合格の方がいらっしゃいますただ、ね、レックのホームの審査があのまだ通ってないので一発合格って言っちゃだめうレック厳しい、厳しいんですよもうめちゃくちゃ厳しいあの独学で1回でも受けちゃうともうレックでいうところの一発合格じゃなくなってしまうと、ね、独学時代に1回でも受けてしまうと他者の方、他社の予備校で。いや ちょっと民法だけ受け受受まましたで一一回受験しましたたで回験レックの審査は通らなくて、まあ、景,景,景,法景品等表示法あのレックそ、そこところすごく厳しくてですねあの広告表示にあたって一発合格にあたる表示をするにはレックでいうところのこの審査を通った人しかレックで一発合格に呼んでませんっていうねか田代さんとかいうかかなり厳しいんじゃないかなと思うんですがちょっと今、その審査待ちの方がお一人いらっしゃいます。なまあ,あのもう一方増えるかなと でもう1人、ですね自,自称という方がいらっしゃってあの今あの、やはり審査に回っている方がいらっしゃるので、まあ、もっともっと増えると思いますよあの増えると思うんですけどその方たちの,です、ね、あの動向を見てみますと。 通信、えー、もしくは DVD の方たちちょ,ちょっと遅く、ね、やっぱりなってしまいますけれどもあのたを開けてみれば全国規模で見ると通学クラスの方と本当に遜色ないとか全く分母を揃えてしまうと合格率に関しては差がないんですねですから通学の方はもちろん一番早く聞いてくださっているわけなんですが通信の方であってちょっとです、ねえー、通学のカレンダーを見ちゃうとは自分たちよりも早い日程で受けているということに焦りを感じる方いらっしゃるようなんですがそこはあの を全国規模で見ますと、あの分母揃えると一発合格の数に関しては全く差はないよ。だから通学クラスの方もね、そこはあのぜひ気を引き締めつつ頑張っていただきたいなというふうには思っております。で、えー、まあ、ちょっと昨日のお話、まあご覧になった方いらっしゃるかと思うんですけど、昨日はその。 2021年の合格目標のこの新宿エルタワーで通学クラスから2人の一発合格出たんですけれどもそのお二方をお呼びしまして座談会をさせていただきました。今日,今日、ね、講義がありましたから皆さんあの 参加されなかった方もいらっしゃると思うんですが YouTube にです、ねえー、今後あのアップさせていただく許可を、えー、ご本人たちから得られましたので非常にいい話をしてくださいましたあの昔、ですね昔あの誰とは言いませんけどあの鍋島さんがです、ね、1回で受かった時の座談会の,あの,じあのあれ自己座談会と言われてましてあの座談会の時のことを思い出しましてあの本当にいいあ,あ なべちゃんの時と比べて全然違うじゃないかみたいなあの思いを思ったんですけどねいや、シ島君とか言っちゃいけないいけませんね、もうレクの講師やってくれてますから、ナシマ先生がねいやあの座談会、一発合格の座談会、同じように、昨日と同じようにやってくれた時にはですね、その <laughs> まあ,あの、どういう勉強法をしましたかいや宇野先生は こう言いましたけど僕はこう,こうやってましたとかあの,、えー、平成あの平成なんだっけ平成以降の格問でいいって、まあ、当時はね当時はいや言われたんだけど僕はちょっと信じられなかったんであの昭和の年代もやりましたとか <laughs> もう,もうおいお前言うこと聞いてねえじゃないかみたいな <laughs> そのもう一方いらっしゃったんですよ。 された私の受講生ではなかったんですけどもあの横浜の吉澤先生っていうですね、吉田先生の受講生でいらっしゃった T 先生が、ね、あの来られた時にあと T 先生と鍋島先生があの一緒に座談会したんですけど「あれはすごかったですよもうその T 先生ねどういうふうな勉強されましたか?」とかって言ったら「いや私は条文をひたすら自分の声で読んでずっと四六時中流して聞いてました」 いや吉田さんそんなすごい勉強法そんな奇抜な勉強方法アドバイスしてるのかなと思って吉田先生それは吉田先生のアドバイスでしょうか いや私は <laughs> 私はそんなこと <laughs> 一言もアドバイスしてませんみたいなでああああおおーみたいな感じにな,なってしまって四六時中自分で声であの条文をいやいや読んだものを耳で聞いて条文をすべて暗記しました、ね、っていうようなことをあのいあの一発合格座談会で,で披露されてしまってですねで彼女は一 <laughs> 位合格だったのでもうそれなりにやっぱり <laughs> あの。 ねえー、やっぱり印象が皆さんに残るわけじゃないですかだでそれであの条文を須読してえずっと読んで四六時中自分の声で聞いて覚えましたってね。 でその次があれですよ、鍋島,なじゃ鍋島さんはど,どういう勉強あ僕はあの先生の言うことを信じずにあの昭,和の昭,和の昭和の年代の問題も全部やりましたおおおーみたいなでもう2人とも,も,うなんかもうあの全然講師の言うこと聞いてない講師の言うこと聞かなかったから一発合格しましたガイダンスになってしまって <laughs> でも、あの司法書士のスタッフがこれ、ダメですね。 もう,これもうダメです、もう YouTube 長さやめましょうみたいなもうあのお蔵入り映像になってしまったあの,あの時の,あの自己ガイダンスのことをちょ,ちょっと昨日ちょっと一瞬フラッシュバックしましてうわ、大丈夫かな、大丈夫かななんかねあの、言ってくれちゃわないかなと思ってたんですけど昨日あの、本当に二人ともあのなんか、ななんでしょうあのあの、先生の言う通りにやりましたみたいなあ示し合わせませんよ示し合わせてないんですけどあなんかちょっとなんかおほっとしましてああのあもう返す返すもん。 うん、しわとか思いながら昨日、ちょっとあの二人の話を、ね、聞いてきたんですがでもあの、すごくあの具体的なことをお話ししてくれまして当時の学習カレンダーとか持ってきてくださって、ね、自分がどういう直前期に勉強したか全部あの4月いっぴから。 あの7月の本試験までの毎日の学習カレンダーを、ね、ちょっと持ってきてくれてあの <coughs> 一部ご紹介したんですけどちょっとあれコピー全部取らせてもらいましたからあの皆,さんに <laughs> 皆さんにご紹介を、ね、今度したいなという,ふうには思っておりますでそこからの昨日は <coughs> 合格報告会でしたのでいやもうちょっともう私たち自体も,もうテンションが上がりすぎてもう終わった後とみんなも,もうあの疲労困であで。あの 本当に疲れ果てて昨日は帰ってきたんです。まあいい疲れでしたけどね。いろんな話を伺ってえきましたので、えちょっと皆さんにもいろいろフィードバックをしていきたいなと思っております。で、えー、去年のそうですね。だから一発合格の人数としてはちょっと一昨年のそのコロナの影響であのー。 試験が延長された時の量産体制とまではいきませんでしたけれども多分、でも、ね、去年と同じぐらいでも行くんじゃないかなとはあの思ってはいます今現在10人でしょ今、審査待ちにもうちのクラスが2人いますから、えー、そしてあの、えー、あとです、ね、地方の通信でやってらっしゃる方たちの自己申告というのがこのあとポロ,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 ポロあの相次ぎますのでもっともっと出てくるんじゃないかなと思うんですが、まあ、あれですよあの うちの会社が一番多いですからね。一番多いですから、あのそそこそこまま守って、えー、いただきたいなと、あの支収、えー、していただきたいなと思います。あのちょっとプレッシャーかけてますからね、皆さんに、ね、<laughs> 本当に本当にあのいろいろ私のレック内の。 一番ももあるんですよ <laughs> もうあのいや,あの、ね、や顔できるあの状態をぜ,ぜひぜひ皆さんにちょっと他力本願なんですけどあの保,保,保っていただきたいなと思いつつ、ね、あの名乗りを上げてくださっている方何人もいらっしゃるのを知っておりますけど本当にお,お願いしますお、ね、私からもお願いしますしあの <laughs> 体験談のお金違うんですよ一発合格の方の体験談のお金とその他普通合格者とか書かれちゃってますから、ね、<laughs> 普通の合格者の方の体験談に レックからお支払いする謝礼と、ね、一発合格の方にレックからお支払いする謝礼が違うというのをご存知だと思うんですけどちょっと見てみてくださいあのす,すげえ取り扱いをしてますから <laughs> そ,うそういったところも含めて。あのねあの ウィンウィンの関係で、ね、<laughs> いたいなというふうには思っていやいや、違うんですよ、いい,いんですよあのあの合格すればいいんですよ、合格すればいいんです、昨日もも25回目合格の方いらっしゃいましたから25回目、先生と同じあのあ違う先、平成9年に勉強を始めましたみたいなおおみたいな、あのああじゃあ25年ですって。 四半世紀でですす、かみたいな、あそうです私の,あの人生の半分以上ですみたいな方がいあ半分どころじゃないなあのはあそう半分半分以上ですっていうねまああのー、50代の方でいらっしゃったんですけどいや 受かかればいいんですよとか言って、「そうですよね」とか言っても私も適当なこと言ってるなと思って「受かればいいんですよ」とか「25年勉強してた人に受かればいいんですよ」とかって言っちゃうあれもねあのちょっと本当申し訳ないなと思いながらまあでも25年合格の方がいらっしゃってもう,もう感極まってなんかあ,のあれでしたもう最後鼻水垂らしてらっしゃるあ,あんまり言っちゃうとちょっといや大丈夫大丈夫あの,あの,あのお写真は、まあ、NG の方だったんで大丈夫だと思うんですけどその。<coughs> そういう方もねいらっしゃって本当にあの昨日もうカオスな状態であの <laughs>、えー、ちょっとこの新宿エルタワーでこの1ゼロ教室で皆さんご存知な一番広い部屋でやったんですけどももう部屋の温度が上がりすぎてでもエルタワーのこの下のあの警備室に。 あそこだだけ19度にしててくださいってねあのあの空調もう全体空調じゃなくてもうあそこの部屋だけ19度にしてくださいって言ってあの空調を思いっきり下げてもらっても暑すぎてもうみんなもう,もう熱気が <laughs> すごかったんですが。 まあ来年はです、ね、多分コロナの影響が多分あの収まっていると思うので普通の祝賀会体制に戻せるんじゃないかと思います祝賀会になれば、ね、本当にあのお酒も入ってお料理も入って、えー、ホテルでという、ね、あの状況ができると思うので、まあ、皆さん方、ね、あのぜひあのホテルの、ね、祝賀会をまあレクとしても本当にあの再現したいんですけどちょっと今年はなかなか難しかったので、えー、こういう状態にはなってしまいましたが来年はもうぜひあのご期待いただいて。ですねあの <laughs> ぜひですね、あの皆さんと一緒に祝賀、えー、会やりたいと思ってます昨日すごかったですよ最後根本庄司の,あの、まあ、私があの講師代表で挨拶したんですが最後,に最後に根本庄司が <laughs> 根本さんが皆さんにあの向けてあメッセージしたのがもう爆笑だったんでちょっとおご披露しますともうこれからは、ね、お金払って申請書書かなくていいんですよ。 お金払ってレックにお金払って申請書を書かなくていいね。ひ人にあの予備校にお金払って申請書を書くうもう時代は終わったっね。これからお金もらって申請書書いてくださいね。お金もらって申請書書くんですよ。ね。もう皆さんもうお喜びでしたよ。もう,もう丸罰ね悩まされなくていい。名変飛ばしね。<laughs> それから枠ずれね。それで不合格が変わるね。あのもうそういうステップ 時代ではなくなくったって、ね、これからもう皆さんお金,払お金もらってかお金もらって、えーね、あの司法書士の仕事をしてほしいもう皆さん本当に大喜びして最後ねあのおりましたのでそうですよもうお金払ってね皆さん本当申請書書いてる今そういう状況ですよね、えー、それを本当にお金もらって申請書書いてやる <laughs> 状況になってほしいなそのためには、まあ、不動産登記法 <coughs> 一旦終わりましたけれども。 この後商業登記法を、ねえー、含めて、えー、頑張っていっていただきたいですし、えー、まだまだあの焦りはあると思うんですけれども大丈夫ですからあのこのままあの、ねあのー、とにかくスケジュールに乗って頑張っていってほしいなと思いますその上で、えー、科目変わりまして会社法ですからちょっとですね、昨日もその一発合格の2人どの科目が一番しんどかったですか2人とも揃って会社法って言ってましたからで、まあ、お二人ともあの、えー、そうですねあの 大企業を務められたという経験、まあ終わりだったんですけれども二、えーまあ、人とも若くして受かられた方だったのでお一方は前、まあ、言いましたっけ運搬船あの物流の運搬船のそう運搬船とか船,船乗りさんだった船乗りさんで一回船に乗ると日本全国物流で回って3か月以上にあの 港に戻ってこられないまあマグロ漁船だと2年とかですけどそう,そうじゃなくてあの3か月ぐらいあの日本全国回って、まあ、場合によってはあのアジアまで行ってで3か月に1回港に帰ってきて1か月休みでまた船に乗って3か月っていうそういうあの海運業者海運走行業だから船乗りさんですね、えー、をやってらっしゃった方がお一方でもう一人はあの SE さん、えー、SE をやって。 で2、えー、人ともあの完全専業ではなくてずっと受験勉強中は仕事をしながらで2人とも直前期に仕事を辞められて、えーま、専業になったという方だったんですけれども2人揃ってあの声をああの揃えて言っていたのが会社法でハマりましたとね。ねで会場で会ハマ はまるか不当法ではまるかだよって先生が言ってたんだけど見事に解消法ではまりましたっていうことだったのでまあどうなんでしょうね解消法でハマっちゃう人の特徴を申し上げるとうーんそれはいいか悪いかじゃなくてですねその社会人経験とか組織の中の経験が。 えー、あまりない方、例えば学生さんだとか、あの主婦の方ですとか、えー、個人の経営の企業で今、働いていらっしゃる方とかね、補助者の方とか、そういう方はなんかやっぱ、はまっちゃう傾向はあるのかなと、でバリあの逆にあの割とこう企業生活が長くて、サラリーマンとしてですね、長く経験を、まあ、ある意味、えー 企業人のですね水も甘いも全て知り尽くしたようなそういったような方は水を得た魚をよろしくくすごく元気になる科目ななんですねななので本当に同じ講義聞いててここまで印象が違うんだっていうのを私自身毎年お、まあ、ある意味あの面白がっちゃって、まあ、面白がってるって言い方悪いんですけどいやでも面白いですよ同じ講義聞いててこんなに反応が違うんだいやー会社を楽しくて仕方ありませんっていう方がいらっしゃる反面でも本当にもうなんかあの後ろにこうなんかこう。 あのね、雨雲を引き連れた形で先生みたいなど,ど,どうすればいいんでしょうかみたいな感じで来られる方もいらっしゃっていやここまで違うっていうのはね本当にあのお正直抗議してる私から見るとすごく不思議な状況っていうか面白い状況なんですがでもまあ皆さんにとってみればねそんな深刻な話ですから面白いなんて言ってはいけないんですがなので、えー、一つうもしあっ駄かもと思った方に一つだけ最初に申し上げたいのは昨日言ってくれた2人の言葉をね そのまま返しますとい旦たんいったん,ったん、ねえー、じたばたした後はもうひたすら暗記です、暗記不等法以上に暗記が効く科目なのでもうなんか要は覚えりゃいいんでしょうって思ってから伸びました、ね、昨日も言ってくださってましたあのも,うおもうこうなったら覚えちゃえ、ね、でその覚えちゃえの分量が民法などに比べればそこまで多くはないです、えー、ですから要は覚えちゃえばいいんでしょうっていう開き直ってからもあのおね メキメキ伸びましたで2人とも結局、えー、9問中6問以上、えー、取ってらっしゃるような状況でしたので、まあ、今年はあの9問中4問解消法難しかったですから5問取れば合格者でもあの OK っていうレベルだったのに2人とも6問取ってるということは結果としてはもう結果出してらっしゃる。ですからそういうあのちょっとあれダメかもと思った時に覚えといてほしい言葉が今の言葉。結局 覚えちゃいいいいんでしししょっててう言葉を最後のの切り札にほと思いますでその覚えちゃえばいいんでしょうの覚えちゃう量は不当法や民法に比べると圧倒的に少ない、ねえー、ですので、ね、もちろん、ね、それまではじたばたしてほしいと思いますしなんとか、ね、あの理解をしようと努めてほしいと思います、ね、私もちゃんと工夫してお話をしますけれどもそういう、ね、最後の切り札がちゃんと聞く科目だというところですね逆に最後まで理解にこだわりすぎてしまって理解できないから嫌いだっていうことを突き通してしまっても何にもよくない。あの 誰にとってもあのプラスにはならないね。だから理解しよう、民法と不動法と同じように理解しようと思って最後まで結局理解できなかったから解消法を取れませんでしたっていう方一定数いらっしゃるんですよ。でもね、理解でできるところは多分その努力をされた方に。 おいては理解できるところに関してはも最後に理解できないところに関しては不登校や民法以上に、ね、もう暗記があの得策だよというところは <laughs> 申し上げておきたいと思いますしそこは最後まで、ね、皆さんにアドバイスしますので、えー、ぜひです、ね、そういうことをちょっと耳のどっかに残しておいていただいたうえでじゃあ今日の「板書ペ」2ページ目か二ページ目のところをちょっとお話ししていきたいんですけれども、えー、民,民法じゃない。 会社法に入りましてあのテキストを使って講義して講義ノートを使ってとっていうのはいつもと同じですでいつもと同じなので特に何も変わるものはございませんで、えー、出題数は午前科目35問中9問で憲法、刑法が6問民法20問会社、えー、法9問。 ただこの問題数少ないと見るか多いと見るかなんですが実はですね主要を4科目と言いますが我々講師の間ではもう主要3科目というふうに認識をしていますつまり会社法商突法はもう合わせて1科目会社法商突法合わせると17問なんですで17問というのは不当法の16問を超えるんですねで会社商突法はもうほぼ1科目扱いですので会社法でまず会社の一生をまず設立から 解散、えー、そして M&A の、えー、企業再編まで含めて、会社法でもって会社の一生をお話しした後に、今度は消灯法でもってもう一回会社の一生をお話しするという形で、えーまあ、2サイクル回,す回せるというふうにです、ね、あの思っていただいて、でも会社消灯法は合わせて1科目ですから、ウエイトとしてはあの不当法以上に重いというふうに思ってほし,しいなということです。 出題レベルとしましては、民法と違いまして、判例は出ません、まあ、出てもあの知らんで、こうあのもうあのあの、えー、切ってしまって大丈夫、他のところであの絶対答えは出るようになっています、そしてあの不当法は先例が出ましたが、先例に当たるものもありません。ということは、結局もう条文レベルなんです、で条文レベルをいかにです、ね、あの確実に切っていくか。そしてです、ねあの <laughs> まあ先ほど言いました暗記で乗り切れる科目なんですが暗記は最終手段最終手段になる前はじたばたしましょうじたばた制度趣旨ないしはあの理由付け、えー、一生懸命は私もお話ししますから、えー、あの自分が、えー、抱えきれる限度まで 暗記に入る前までででのところでですねなんとかジタバタはしてほしいと思いますし私もそれに必要な知識はお話をいたしますそして会社法の最大の特徴がその似て非なる制度を対比させるここ書いてありますが株式会社と持ち分会社取締役と監査役似て非なるものを対比させる問題が非常に多いとですからあのブレイクスルーもですね非常にその対比の図表が多く入っております。例えば今ブレイクスルー持っってらっしゃる方 いらっしゃればいらっしゃればというか皆さん持ってると思うんですがあのブレイクスルーの中で言うと例えばですねえ、ちょっと先のページになりますけれどもブレイクスルーの,の,の284ページですとかそのなんとかの比較だとかね それからあの取締役会と株主総会の比較とかいう、そういうあの図表がかなりいろいろ出てくると思うんです、<laughs> 似て非なる制度との比較を非常にあのよく出題してきます、えー、ですので、例えばあの、講義の中で、ですねこの図表は <laughs> 暗記の題材になりますよということを言います、えーまあ、322ページなんかもそうですよね。<laughs> この図表は暗記の題材として直前期に使ってほしいということを頻繁に申し上げますから、その図表に関しては、付箋を貼る内視はマークをつけておくなどしておいてほしい。で昨日あの来てくださったあの一発合格の方が、 その会社法で結局自分が最終的に暗記した図表集を持ってきてくださったんですけれどもその図表集みんなブレイクスルーの図表でしただから私があの講義中にこれはあの直前期に暗記しようねっていったものを全部コピーしてえー貼り付けたあの図表集をですねご自分であのあの加工されたものを持ってきてくださってこれを毎日見てた直前期にえこの図表をとにかく覚える、ね。でも場合によってはあの <coughs> 私、よく言ってるんですけどあの図表、覚えたい図表をです、ね、全部、修正テープであ、コピー取ったものんですよ、コピー取ったものを修正テープで全部、ホワイトで消してで、それをまたコピーして、ドリルみたいにしてです、ねで、その縦軸と横軸の、その例えば322ページだったら、暫定的な役員の比較、ね、その縦軸、横軸だけ残して、あと、ま、この四角の。うん だから、まあ、こ,のこの図表であればねここと、ここだけ残してこの間、全部だから修正テープで消しちゃうんですよで消してでそれを消したものをコピーしてでストックしておく。 つまり自分が覚えたい図表を全部このホワイトで、まあ、全部消さなくてもいいかなと思うんですけど、まあ、どこを消すべきかどこがあの、えー、覚えるべきかというのはあのもちろんこの講義の中でチェックをするうなどのところで、ね、あの強弱はつけていきますからそうやって修正テープで消したものを消したものをさらにコピーしてストックを作っておいてでまずあの直前期には朝起きたらとりあえずドリルのような形でやっていく。つまり自分の覚覚ええたい図表をを、えー、どこを覚える きかっていうのを修正テープで消したものをあらかじめストックしておいてでそれを寝起きの。 1> 1枚ねとかっていうふうに、はいえー、まずそのドリルをやってからいつもの勉強に入るなんていうようなことを、まあ、直前期にお勧めをしているんですが、まあ、だからこういうね、えー、今パッと284ページ出ましたけどだったらこの青字のとこだけホワイトで消しておくとかね、はい、いうようなことで、えー、自分で持ってドリルを作ってそれを直前期に覚えたい図表のストックを何,何パターンも持っておく、ね、でもあのとりあえず上から、えー、今日まずこの図表を。 えー、完成させてからいいつもの勉強に入ろうみたいなで寝起きとか寝る前とかにほんの何分かでできますからそういうような形で、えー、覚えていくといいよっていつもアドバイスしてるんですが本当にそれを、ね、やってくださったようでそのおおあのドリルでもってを覚えて結局当日はもう覚えてしまえば、ねえー、安心だっていう、ね、気持ちがあったようで解消法に関する不安はまあ 当日にはもう亡くなってたというふうにおっしゃってましたからそういうような勉強もこれから有効あ今の勉強じゃないですよ今の勉強じゃないですよ直前期の勉強ね直前期にはあ,のありかなと思います。でその上でえで、ー、続きなんですが <laughs> 推論問題、えー、そしてあの判例問題が平成23年、えー、から20年から23年か20年から23年のところで結構相次いで出てるんですね。 ところがあのこの問題もうこの5年どころの話じゃないですねこの8年ぐらいは全く出てないんですで推論問題いわゆる判例問題学者と学生の対話問題、えー、いわゆる民法的なあの考えさせる問題についてはもう解消法ではもうこの民法よりもっと長く出ておりませんので20特に20年から23年の問題、えー、皆さん目に触れてしまうと思うんですが やらなくて結構です書いてありますけど、まあ、特にあの一来、出題されることがあるって復活されることがあったとしても大丈夫です。 できなくて大丈夫、ね、でおまけに過去問からもあのやらなくて大丈夫ですので、やらなくていい問題は言いますから、講義の中で、えー、この問題をやらなくていいよと、えー、いうふうに申し上げますから、えー、その対策の勉強をしようとしないでください、あの解除法に関しては、もう判例どころの話じゃないんです、もう条文のところだけでもいっぱいいっぱいだと思いますから、判例とか推論問題、ね、そういったものにあの惑わされない、えー、民法でもそうでしたけれども、もしあの合格ゾーンで、えー、これ、判例、 ん推論問題というマークがついていたらもう一切やらないでも、講義の中でもやらない問題はお話ししていこうと思いますさあそして、出題範囲なんですが会社法、商法という科目という形なんですが会社法の講義だけで、えー、15回ほどを予定しております、ね、会社法の講義で15回で商法で、えー、1回弱ですね 商法はあの本当にあの多分16回目のラスト後半90分取れるかどうかというところになってくると思います。で商法は、えー 35問目第1問、えー、第1問第問35問目のラスト1問でですね出題されてきますでこの商法がちょっと最近カオスでしてその混沌としておりまして全く山手が効かなくなっちゃっているんですねあの裏をどうやら書かれているような感がないでもないもう今年の総行営業去年の匿名組合ええー そこ!」とかいうあの話が出てしまいましてあの一般的に我々があの皆さんにアドバイスしている「商行為の督促」ですとか「商、えー、号」ですとか、えー、一般的に今までよく出てきたところのもうどうやら裏を書かれているようなもう予備校に当てさせてたまるかみたいな試験委員のなんかこういやらしさを感じるでも三35問目はもう正直ないものと思って皆さんですね解いていってもいいんじゃないかなっていう時代になっちゃってます。で,ですからもう 商法の分野に関してはねもう今年負担を開けてみて走行営業あの教えてないよねとか言って検証会で「教えてないよね何な,何なのこの正答率高いの」とか言って私が検証会で逆ギレしたっていうあの「教えてないよね」とかって「教えてないのにどうしてこんなみんな取れるの?」っていう。そうしたらあの 帰宅の知識ででとか解いいたたんですみたいな,なだからもうもちろん予備校は全く教えてないんだけれども皆さん、うん、その現場でもって自分の知ってる知識でなんとかですね、えー、頑張ってあの当てはめてみたらあ解けたっていう方で、ね、結構70%後半の正答率だったんで正直あのちょっとあれねお恥ずかしい話申し上げると全、えー、受験生の合格者が そうでない方全部含め,ら含めた今年の35問目の正答率って70%台だったんですよだから結構取れる問題だったんですがレックの講師誰一人正解しませんでした、ね、誰一人あのあの35問目の問題を答えられなかったって、ね、答えられなかったのに受講生が70%台の正答率でそりゃちょっと何でって思いますよななんど,どうしちゃったの教えてないのにどうしてこんなみんな取れるんだっていう疑心暗鬼になってですね。であの 当日の即応会でもいやこれは絶対取らなくていいよね。 取れる人なんか絶対な10%もいないとか何とか言ってい私、いい10%はいないとかそんな言い,言いませんでしたけど絶対取れない、みんな、ね、大丈夫です、取れなくても大丈夫もうこんなの絶対大丈夫だよとか言って蓋を開けてみたら70%の正答率でど,ど,どうなってんだ、これはっていう形であの検証会でど,ど,どうしてみんな取れたのっていうような話をしたんですが、まあ、結局、民法の帰宅の知識でです、ね、なんとか,なんかそれっぽいものを選んだら合ってましたみたいな。 ああそうかそう,そういう解き方をされたんだっていうことだったんですけどでもまああれは問題としてはね司法書士の,その業務に全く関係ありませんしいやもう本当に裏をかかれたなっていう形なんで初歩の35問目に関してはちょっとそのね当たれはラッキー、ね、取れればラッキーでこれ除いた部分で合格点を取るっていうような戦略をぜひ皆さん 立ててって欲しいっしなとここに向けた熱量をです、ね、ほ他の会社法の部分のところでですねあの消費してほしいなというふうに思っております。ですので9問ある出題のうち1問除いた8問8問のうち落としていいのは。 まあ今年のように難しいとちょっとあれなんですけど落としていいのは一二問ねだからもう少なくとも六問を絶対にこう試習していくっていうような、ね、姿勢をぜひ持ってほしいですしもちろん六問と言わず七問八問ねという点数をですね目指していくような講義をしていきたいと思いますそして最後令和元年の会社法改正点についてなんですがこれですねあのかなり影響がございますで令和元年の会社法改正点につきましてはですねあの この講義の中でもちろん解説をしていきますけれども、えー、ちょっと昨年出なかった点を受けまして今年ドッカーンと出る可能性はありますので、えー、皆さんにです、ね、その点の最新情報はお話をしていきます。 でその上であの合格ゾーンなんですが合格ゾーンはあのぜひ新しいオレンジのものをですねお買い求めいただきたいと思いますで会社法の合格ゾーンはもうしばらくしたら出てきます今不動法の合格ゾーンがようやく発売されましたので、えー、不動法の合格ゾーンをお買い求めいただくタイミングなんですが会社法はちょっと今しばらくお待ちくださいで必ずオレンジの新しい令和三年版をお,お買い求めいただきたいと思いますあのグリーンの去年のものですと。 令和元年の会社法改正がえ、えー、載っていないなんですね反映されていないので、えー、今年に向けの新しい合格ゾーンをお買い求めいただきたいと思いますただ学習カレンダーを見ていただくと、えー、分かるんですけれども少なくとも会社法の合格ゾーンはリアルタイムで解きませんあの講義のお並行して過去問を解くという状況ではないんですね。むしろ 皆さんのご自分の勉強に関しては、7割不当法だと思ってください。7割不当法、3割、あ2割会社法の1割民法みたいな感じです。7対2対1、7が不当法、2, 2が、あ 会社法,で 1, がまあ民法で1の民法は民法を、ね、ある程度こうあの自分の中でやってこられたなという方はその民法の頻度をもうちょい下げてもいただいても構いませんとにかく書かれているように会社法に関してはもう次につなげるだけの復習にしてください。前回やったよ、ね へえとかいうことな,ないように、前回やったよねっていうのが、やったねっていうことが分かる程度の復習で結構です。だからセルフレクチャーもう解くんじゃなくて読む。以上おしまいみたいな。帰りの電車の中で解消法をあの今日やったところを復習して以上おしまい。もう自分の持てる力、持てる時間はすべて不登法に費やすような、そういう勉強をしてほしいなと思ってます。ですからあの解消法に関しては、本当に次につながる、次の講義の時に、何、そんなこと。 前回言ったっけ、なんていうことのないような形の復習をしてもらえればと思います。えー、会社法にのめり込んでしまうと不当法があの、えー、いろいろな弊害が出ますから、今は不当法のね中心でいてほしいなというところです。さあそれではちょっとまた後半の冒頭でもあの補足していきますから、じゃあ一旦これで。<coughs> 前置きおしまいにいたしまして、会社法のテキストを今日持ってきていただいていると思いますので、会社法のテキストにいよいよ入っていきたいと思うんですが、1ページ目からですね、あの23ページ目までは、 どうぞお好きな方、お読みくださいという形です、どうぞお好きな方をお、ね、お,な方をお読みください、えー、誰も読まないだろうっていうね、読まないだろうということを前提としております、いいんです、読まなくて、読まなくていいですから、まあ、読みたい方、どうぞ、ね、第1編の会社放送論、えー、まずですね、株式会社があの全体の9割を占めていきますから、株式会社の話に、まあ、注力していきたいんですが。 その会社についての総論としまして28ページをご覧になっていただきたいんですねで28ページのところを見ていただくとまずあの会社の概念といたしまして、えー、テキストに載っておりますまず1行の定義のところまず1行チェックをしておきましょう え、会社とは、株式会社、合名会社、合資会社、または合同会社を言う。会社は今、現状、日本においては4種類に分かれています。株式会社、合名会社、合資会社、合同会社。で、平成18年まで存在しました有限会社は、今現在、残ってはおりますが、新たに作ることはできないという状態であります。平成18年まで存在した有限会社、えー、18年改正前までの 時に設立された有限会社は今現在も残ってます残ってるんですけれども、えー、18年改正以降は新しく有限会社を作ることはできなくなっております、18年までは株式有限合名合資だったのが、現在は株式合名合資合同の4種類ということになります。じゃあ、今、残ってる有限会社はどういう扱いかというと、これまた後でお話をしますが、特例有限と呼ばれまして、 え18年改正前までに設立された有限会社は、現在、有限会社という称号のままで、株式会社として扱われていくことになります。ですので、有限会社という称号は残っているんですが、その法律上の扱いは株式会社扱いという形になるんですね。えー、ですので、有限会社についてはまた後でお話をしますけれども、現状、新しく会社を作ろうとしたら、株式合名合資合同の4社の中から選んでいかなければいけないということになります。 さあそれではあの株式会社4種類に分かれるんですが別の形で定義しますと営利社団法人と呼ばれます。営利遮断法人、えー、これが株式会社、合名会社、合資会社合同会社の会社の別の定義の仕方とじゃあ営利社団法人 というところなんですが、まずはその一つ一つ分解しまして、遮断とは何か、営利とは何か、法人とは何かという話をしていきたいと思います。では、遮断性からです、えー、こちら、<laughs> 全部チェックしておきましょう、えー、会社はすべて遮断であると解することができる、遮断とは組合をも包含する上位概念であり、抗議の人的結合ないし、団体の意味である、遮断というのはです、ね、人の集まりという意味です。 財団が財産の集まり、社団は人の集まり、つまり会社というのは人の集まりなんだ、でここで言う人というのは、例えば経営陣である取締役、代表取締役といった会社の経営陣ではなく、株主さんのことを意味していきます、つまり株式会社で言えば株主さん、えー、出資をした出資者と呼ぶこともできます、出資をした出資者である株主さんを指していくと。 ちょっと詳しくはこの後やりましょう先に法人制に移っていきたいと思います冒頭の2行チェックをお願いします法人とは自然人以外で権利義務の帰属主体であるものを言う会社はすべて法人であり会社とその構成員とは個別の人格を有するということで法人というのはいわゆる権利義務の主体となるべき能力権利能力を持つべき自然人以外のものです 権利能力を持つ、自然人以外のものを法人と呼びで、法人の権利能力のことを法人格などと呼んだわけなんですが、まさにあの権利能力を持つ、自然人以外のもの、それが法人なわけです。で、会社というのは法人であるということを指しているんですね。さあ、この点に関して、ちょっとノートの1ページをご覧になっていただけますか？ノートの1ページ講義ノートの1ページですね。 で講義ノートの1ページのところに、会社の性質という2番って書かれたところを見ていただくと、先ほど言いました、社団性、法人性、その法人性というところです、会社はすべて法人であり、会社とその構成員とは個別の人格を有する、これはどういうことなのかと言いますと、えー、まず丸1、責任財産の形成で、責任とは何かということは、もう民法でも若干お話をしたんですが、えー、僕は彼女に責任があるから結婚しない。 あそ,そういう話、もうダメなんだ、もう今の時代、ダメなんでねあの、責任を,責任を持,つから持ってるから結婚しなきゃとかで言っちゃうのちょっともうジェンダー的にちょっとダメなのかもしれませんが、あのまあまあ、私も古い人間なんで、そ,の、ね、あのそういう話は身近で聞いたことはあるんですが、その責任を負うっていうのは、えー、どういうことかと言いますと、法律的には、債務を履行しないと強制執行されてしまうということを指していくんですね、えー、責任を負うというのは、債務を履行しないと強制執行されてしまう、ね、ということを指していく。 だから自分は誰々さんに責任を負うっていうのはあその人に対して債務を履行しなければ自分の財産が強制執行されてしまうということを意味します。えー、CF としまして責任なき債務といったらこれは自然債務。いわゆるあの、えー、これはあのー 飲み屋さんでまたはあのお姉さんのいるところで、まあ、お姉さんでなってもお兄さんでもいいんですがその、ね「君の自立資金を出してあげるよ」ね「お店を出す時は自分があの贈与してあげよう」ね「お店を出す時には融資してあげよう」なんていうようなことをついついあのその異性の関心を買うために口走ってしまったっね。ね あのカフェ丸玉事件ですよカフェ丸玉事件であるとおり、えー「君が独立する時にはお金をね融資してあげようお金をあの出資してあげよう」なんていうようなことをのあの異性の関心を買うために、えー、言ってしまったそれを信じた、えーまあ、受蔵者側がですね、えー、履行してくれないことを に、まあ、行き通って訴訟を起こしたという裁判でもって、えー、その異性の関心を買うために、えー、その口にした、まあ、ある意味お金を出してあげるよ的なね、えー、まあ 申し込みに関しては、まあ、それに対して承諾が成立したとしてもです、ね、えー、実際には強制執行してまで回収することのできる債務とは言えない、つまり、任意に弁済する分にはいいけれども、強制執行してまでも回収することができる債務ではないという判断をしたのがあのカフェ丸玉事件だったんですが、まさにそれが責任なき債務、ね、だから債務があるかないかと言われればある、だから任意に履行することはできるし、 任意に履行して、債、え、権、ー、者側が受け取ったものはもちろん、返す必要はない。だけれども、裁判を起こして、強制執行をしてまでも回収することができるものではないというふうに判断をしたのが、この自然債務という概念だったわけです。責任なき債務といったら、自然債務だよで。もう一つ、債務なき責任といったら、これは物上保証人ですね。えー、物上保証人は、自ら別に債務を負っているわけではない。ただし、えー、債務者がお金を返さなければ、自分の不動産なら不動産が。 えー、強制執行されて、えーまあ、担保権実行されて競売されてお金に変えて、えー、自分の財産、えー、が取られてしまうという立場にいるそういう債務なき責任といったら物上保証人の置かれててていいる立場だだと思ってみてくださいでででそれを踏まえて何なのというとこの法人性から導き出される一つが 責任財産法人は構成員である社員個人の財産とは別個独立の責任財産を形成するつまり <coughs> 社員個人の財産とは別個独立の責任財産社員がこしらえた借金のために法人の財産が強制執行されることはないということなんです社員がこしらえた債務、ね、それ社員の財産が強制執行されることはそれは社員の責任だから仕方がないにしても、えー 法人の財産に対して類を及ばないということなんですね。ここでいう社員というのは出資者のことです。出資者、えー、会社に対して出資をした人で株式会社に関して言えば出資した人のことを株主さんと言います。でいわゆる従業員のことではないということを注意してください。いわゆるあなた 社員いや私派遣なのっていう時のあの社員と違うあの社員はあのいわゆる正社員なんですかそれとも派遣社員なんですかっていう時の社員その社員スタッフとしての社員ではなく出資をした人のことを社員と呼びそして株式会社では出資をした社員のことを株主さんと呼んでいくとでここでいう社員というのはですから株主さん。 株式会社で言えば株主さん、株主さんがこしられた借金のために株主自身の財産が、えー、責任財産になることはあっても、そのために会社の財産が責任財産になることはありませんよということだと思ってください。さあそしてもう1つです、配達制、これは法人の財産は法人のものであるから、例えばその、えー、会社を構成する社員、個人の債権者からは、えー、会社財産は強制執行されない、まあ、これも同じですね。その… 会社の財産はあくまで会社の財産であってその出資者である株主さんの財産とは区別されていくんだとですから株主さんがこしらえた借金のために会社財産が強制執行されることはないということ1、まあ、と実質的には同じ意味ということになりますそして3社員の責任法人が債務を負担する場合こ今度は反対です。 会社、法人が債務を負担する場合においてもその債務は法人のみが負担し法人の構成員は負担しないここで構成員というのは出資者である社員のことですですですから構成員イコール出資者イコール社員イコール株主株式会社で言えば構成員イコール出資者イコール社員イコール株主ですからお金を出した出資者、えー、それが会社の構成員でありそして株式会社に関して言えばそれが 株主である、えー、その構成員が自ら借金を返済する必要はないあくまでもあれは会社の借金であって私の借金ではありませんと言えるということです、えー、よってその債務に対する責任も、えー、法人の財産のみがこれを負担し構成員個人の財産が負担することはないとこのように、えー、会社が法人であることから、えー、会社の借金とその会社を構成する出資者である社員の借金とは完全に区別され、ね 会社の借金のゆえに構成員の財産に強制執行されることもなければ構成員出資者の借金のゆえに会社の財産が強制執行されることもないとこれが会社が法人,をも法人格を持っているということの意味でありますそれを踏まえましてじゃあ戻りましてブレイクスルーの29ページ28ページから29ページにわたって今の話が書いてありますから、まあ、読みたい方はどうぞというぐらいですね読んでも読まなくても大丈夫です。まあ、その話もうちょっとじゃあ えー、チェックしていくと29ページの括弧1青字のところちょっとチェックしてみてください法人は構成員である社員個人の財産とは別個独立の責任財産を形成する責任財産とは借金の引き当てになる財産というぐらいの意味であると捉えておけばよいそこまででで結構ですあくまでも会社の <coughs>、えー、借金と個人の借金とは別物。 さあそれに配達性、もう一度これもチェックしておきましょう、えー、法人の財産は法人のものであるから例えばその会社を構成する社員の個人の債権者からは会社財産は強制執行されないそして確固三社員の責任これも青字チェックしておきましょう法人が債務を負担する場合においてもその債務は法人のみが負担し法人の構成員はこれを負担しない。 さらにその債務に対する責任も法人の財産のみがこれを負担し、構成員個人の財産が負うことはないということで、<coughs> あくまでも法人の借金と社員個人の借金は別ですよということになります。まあ、図,図としてはまあ皆さんの方でイメージ持,持つために見ていただければと思います。さあ、そしてこの話から30ページ、法人格否認の法理という考え方が出てくるんですね。法法人格否認のの理というのは、<coughs> じゃあ借金まみれになってしまった一個人が、えー、自分の財産に強制執行されてしまうのが時間の問題だとしてですよ自分の財産に強制執行をされないように自分の財産をすべて出資して会社を作ってしまえばそれは会社の財産になってもはや出資をした、えー、人の財産ではなくなる。そうすれば会社の財産に対して 出資をした出資者の債権者は手を出せないのであれば結果的に財産守れるじゃないかということを考える人が出てくるわけなんです。ちょっとですね講義ノートの2ページを見ていただくといいんですが <coughs> 講義ノーートの2ページ例えばですよ X さんから多額の借金をした A さん A さんが持っている財産は土地や宝石や有価証券等の財産を持っている講義ノートの2ページです。 でこの A さんこのままでは X さんから強制執行されてしまうところなんとか債務は返していないのにこの自分の財産だけは都合よく守りたいというようなです、ねえー、ことを考えた A さんが自分の財産だから強制執行されてしまうあの強制執行というのは債務者自身の財産でなければ強制執行できないんです、えー、だから自分の財産じゃなくしてしまえばいいつまり全財産を出資して、えー、会社を設立する。 全財産を出資して公会社を設立していくそうするとこの財産はすべて公会社のものということになるんですでご存知の通り、りご存知の通りというか今お話しした通りですねこれはあの法人格を持っている公会社は、えー、出資した A さんとは別人格ですからこの財産は、えー、もはや公会社の所有財産ということになります。ということはですね X さんはこれに対して手を出すすことがでできなくなくってしまうんです X さんは強制執行が不可能になってしまう。で実際に A が公会社を作って何か活動をしているならまだしも実は A さんは財産を守るためだけに公会社を設立してもう実際公会社はペーパーカンパニーもう全く実態がないというようなことであればこれは甚だ X さんにとって非常にこれは遺憾な状態なんですよね。これ何とかできませんか 財産の強制執行逃れのために会社設立を、まあ、ある意味、えー、予想ってですね、えー、それによって財産に対する強制執行を免れるそういったことがやはり行われてしまうことを何とか食い止めたいそこで、えー、30ページこれはですね法律の条文にあるわけではありません、えー、最高裁をはじめとした判例が認めてきた判例理論なんですが。 このような法人の設立を否認する否定するという考え方が出てくるわけなんですそれが法人格否認の法理と呼ばれるもので,で上の文書はずっと今の話は書いてあるんですけれども。<laughs> 結果としてどういう扱いをするのっていうとですね、なんだら、落名かな、1、2、3、4、5、そこでで始まる文章があると思うんですね、段落、そこで、以下のところ、ちょっとチェックをお願いします、A の債権者は ①、一株式会社、公の法人格を否認し、A と同一のものであると見ることによって、株式会社、公所有の財産について強制執行することもでき、ね、また、2、会社の財産に強制執行することもできる。 と丸1、丸2があるんですがむしろ丸1の方が有名ですつまり今の A さんが出資をして、えー、公,会公会社を設立したその公会社の法人格つまり別人格である別の権利能力の主体であるということを否認をし、えー、依然として A 自身の財産だとして、えー、このお財産に対して強制執行することを認めていくという法理、 認めていくという考え方これを法人格否認の法理と呼んでいくんですね。まあ、丸2よりも丸1の方が有名まあ、丸2も一応チェックしていただいていいんですが丸ぁ1の河野法人格 A さんとは別人格であるということをひ否定して A と同一のものであると見ることによってこの今は 形式的には公会社の財産となっている財産に対して、えー、公会社の法人格を否定した上で X さんが A の財産だとして強制執行していくことを認めるという考え方これを法法人格否認の法理とと呼んでいくことになります。ただしですねこの法人格否認の法理というのは晩作尽きた時のの最後の手段なんですね、えー。判例もあまり安易に認めることはしておりません。というのもですね、例えばですよ ちょっとでも借金のある人が会社を設立したら法人格否認の法理が適用される真に会社経営をする意思があってですよ真に公会社を経営する意思があって、えー、そしてその実態があるにもかかわらず他社から借金をしている A さんが会社設立をして自分の財産を出資したらその出資した財産は法人格否認の法理によって依然として A の債権者 X さんが強制執行可能であるということの運用をしてしまうと 借金がある人が会社を設立したら結局、設立にあたって出資した財産は、えー、元の A さんの債権者に強制執行されうるという、ねまあ、ある意味、そういう伝統を作ってしまうことになりかねないんですねそうすると、いわゆる企業の、ねえー、チャンスを奪うことにもなりますし多かれ少なかれその何かをチャレンジしようとする人が借金があるのは別に普通の状態なんですよ、普通なんですよでそういったあのチャンスの目を積んでしまうこともなる。ですから、 この法人格否認の法理によって A が出資した会社の財産を A 自身の固有財産であるのと同志して強制執行を引き続いて可能にするというの考え方は本当に悪質な、ある意味財産隠しの形でもって会社設立を偽装したようなです、ね、形にのみ限定して適用されていますのであまりそのでしょう、えー、頻繁に適用される理論ではないということは知っておいてほしいなと思います。 さあそれではじゃあの次のページの31ページのカッコさまでは特にご覧にならなくて結構ですではあの法人の3つ目の特徴である営利性について続いて、A、事行半青字のところチェックしておきましょう会社は営利事業を行いそれによって得た利益を構成員に分配することを目的とする団体であるといわゆる営利社団法人の営利にあたりますでここで言う営利というのは次の青字のところチェックしておいてほしいんですが えー、対外的活動によって収益の増大を図ることと、次、青字、収益を構成員に分配すること、この両方が揃って、えー、鋭利という、あのー、状況を満たしたことになります。対外的活動によって収益の増大を図り、かつ収益を構成員に分配する、ですから、いわゆる儲けることっていうのが前者の意味。そして、えー 利益を配当する。これが後者の意味ということなんですが例えばですね一般社団法人一般財団法人ちょっと民法で出てきました一般社団法人一般財団法人ねいわゆるあの大学の同窓会があの大学の同窓会でも規模の大きいね <laughs> 私私はあの三鷹にあに所属してるんですがあの慶応の三鷹いってものすごくやっぱり同窓会の組織としては大きい、ね、であの司法書士三鷹とかあるんですねで司法書士の本職だけで構成されてる三鷹とかもう苦しすぎて私も全然出てないんですがもう何でしょうな何ですかね必ずねあの、えー、ね大学ののの。の 見た会で集まるともうスクラム組んでそれこそい今だったらちょっとコロナの影響でもスクラムくるとかもありえないと思うんですがもうあの、ね、熱く効果を熱唱してみたいな,いうようなあのちょっとあの熱苦しさにちょっとなかなかついていけなくて途中でもう私もうドロップアウトしてしまったんですがその、えーまあ、大学の同窓会だ同窓会なんかでいわゆる、えー、一般社団法人になってるなんていうのは少なくないと思います。でその一般社団法人なんかで例えばノベルティーグッズを、ねえー 創立何百周年とかってノベルティグッズを売るとか大学のロゴの入ったそれこそあのタオルを売るとかあのバッジを売るとかそういった収益活動をやっ,ぱりやっているわけなんですよで収益活動をやってるわけなんですがでもその利益を構成員いわゆる出資者に配当することをしていないので営利性がないと。 例えばあのお宗教法人、宗教法人学校法人なんかもいわゆるる収益をを図ことをやってますよね例えば宗,、えー、宗教法人だとお布施ですとかそれこそあのおみくじを、ね、販売したりだとかお札を販売したりだとか、ねえー、お守りを、ね、販売したりだとかっていうような収益を図る行為をやっていてもそれによって、えー、その宗教法人に出資してくれている出資者にその利益を分配するということは、えー、していない。そうであれば 利性はなないいととうことなんですでも会社というのは必ず構成員にその利益を分配していかなきゃいけないいわゆる株式会社であれば株主配当金利益配当正確に言うと剰余金配当というんですがそういった形で1株あたりいくらという形で利益の配当をするということが営利性があるということにとって必要な内容ということになります。 さあそれではじゃあ、えー、続きまして今の3つの点を踏まえて、えー、会社というのはじゃあ一言で言うと何ですか営利社団法人ですね営、えー、利社団法人のことを会社と言いますよじゃあ日本の会社にはどんな種類ありますか株式合名・合資・合同4種類がありますよということになっていくわけなんですでは31ページまでのところ特に読まなかったところはご覧にならなくて結構ですで32ページもちょっと置いといていただいてじゃあ今言いました日本の会社の種類4種類あると その会社というのを、えー、どういう基準でもって分類していくのかどういう基準でもって会社というのを分類するのかというその分類方法について見ていきたいと思います。まずですね会社の分類方法にはいくつかありまして、えー、社員の責任の取らされ方による会社の分類、えー、そして、また、えー、会社の分類としてはですねその 責任の取らされ方のほかにいわゆる会社の社員としての地位,地位どういう地位を持ってるかによって分類をしてみたりですとかまたですねあと 信用の基礎がどこにあるのか、会社の信用の基礎がどこにあるのかという形によって分類をしてみたり、またはその資本金というです、ねえー、金額の大きさによって分類をしてみたり、いろいろな分類方法があるんですね、でその分類方法をちょっと今ご紹介をまずはしていきたいと思います。まずははページ1つ目責、えー、責任任のののの取取ららさされれ方方社社員員というのは先ほどが から申し上げている通り従業員のことではなくて会社に関して言えば出資者株式会社でいうと出資者のことを株主さんと呼んでいきます出資者のことを社員と呼び出資者イコール社員イコール構成員この社員がどんな責任を取らされるのかによって分類を見ていきたいと思いますまず講義ノートの2ページをご覧になっていただけますか <laughs> 講義ノートの2ページを見ていただきまして。 社員の責任の取らされ方による会社の分類、はい、まずです、ね、その社員の責任には直接責任と,いう、えー、直接責任と間接責任というです、ねえー、2つの責任の取らされ方がございます。まず、その1つ目が会社の債務に対してその出資をした社員がどの程度責任を取らされますか。 会社の債務に対して、えー、社員がどの程度責任を取らされますか、えー、直接責任か間接責任かというところなんですがこの点ですね社員が会社の債務に関して会社の債権者に対して直接責任を負わされてしまうイエスだとそれを直接責任ノーだと間接責任というふうに呼んでいくんです。先ほどあの、えー 営利社団法人の3つの特徴の中でいわゆる法人性というところでいや会社の借金と、えー、社員個人の借金とは別だからっていうふうに言ったんですけれども,言ったんですけどもその日本の会社の形態の中には会社の借金を。 会社社に出資した出資資しした者である社員が直接、えー、責任を負わされてしまうつまり直接債権者に「おら返せ」って言われてしまうっていう会社形態があるんですよ。で、えー、その直接責任を負わされてしまう場合を直接責任いや会社の借金だって私の借金じゃありませんっていう本来のいわゆる法人が、えー、法人格別ですから、ねえー、という本来の意味で 法人と社員は別ですと言えるような対応を間接責任というふうにでこの点、ですね、えー、間接責任というのはなぜ間接という言葉をとっているかというと確かに、いやあれは会社の借金だと私の借金じゃありませんって言って構成員は突っぱねられるんですけどじゃあ、会社の財産って結局誰が出した財産なのっていうと。 出資者である社員が最初に出資した財産なんでですよ出資者である社員が出資した財産が周り巡って今は会社の財産となっているでその会社の財産のみが強制執行されうる財産であるということは確かに社員はいやあれは会社の借金だと私の借金じゃないから私の財産に強制執行してこないでよと言えるんですけれども。 でも、その強制執行されてしまう会社の財産って結局、皆さん方出資をした方たちが最初に出資した財産だよねってことを考えると出資をした人たちが全く責任を負ってい,るいないわけではなくてそれは自分がかつて出資した財産が今は会社の財産となって会社の借,社の借金のために会社の債権者に対して強制執行されてしまうという意味では出資した人たちは間接的には責任を負ってるよねということで間接責任という名前がついている。 ただ、会社の債権者から直接、ね、請求されたりはしないよという意味で、えー、直接責任ではありません。じゃあ、2、会社の債務に対する社員の責任の対応が有限か無限かで、これは言い換えれば、社員が直接または間接に責任を負う場合、その責任に限度があるか、この限度というのは、会社への出資額を限度としているかという問題です。会社への出資額を限限度としていれば有限責任 会社への出資額を限限度としていなければ無限責任例えばですよ会社が1,000万の借金を負いましたで、えー、有限責任であればいや私はあの10万のみ出資をしますので10万のみ責任を負いますと言えるのであれば有限責任なんですでそれに対して会社が1,000万借金をしているときに、えー、社員が「私は10万出資をします」ね10万でいいですか が効かないのが無限責任なんだいやいやいや会社は1,000万借金あるんだからあなた1,000万責任を負ってもらいますよって言われちゃうのが無限責任だと思ってみてくださいつまり自分の出資の額を限度としているのが有限責任会社の借金がある限り出資額を超えてでも責任を負わされてしまうのが無限責任と呼ばれることですじゃあこの2つの意味を理解していただいた上でですよで米印 この社員の責任の取らされ方によって会社は3つの種類に分類することができるんです。はい,い,いですか。えー、社員のすべてが間接有限責任社員である場合、間接責任で有限責任です。間接責任で有限責任。つまりいやこれはあの会社の借金ですから私は払いませんって言えるのが間接責任。でかつ、えー、その間接責任 の限度が出資額を限度としている。つまり追加出資等は絶対に要求されないつまり自分が出資した十万、十万なら十万ね。その十万は今は会社の財産となり、会社債権者への弁済に当てられてしまう。 そういった意味では全く責任がないわけではなく間接的に責任を負っているんですけれどもでも、その責任の限度は自分が出資した10万を限度にするということです。会社が1000万借金があるからといって1000万全額です、ねえー、責任を負わされるということはないいや、私が過去に出資した10万それは今、会社のものになっていますで、会社がその債権者に弁済をするのに充てられるそれは仕方がないそれは仕方がないでもそれ以上はなしです。 というのがまさにこの間接有限責任社員の状態責任の限度が非常に明確なわけですでこの社員、えー、ばかりであるのが株式会社と合同会社なんですねでちなみにこの責任の取らされ方ではこの両者は区別できませんでこの両者を区別するのはこの後お話ししますじゃあ次社員の全員全てが直接無限責任社員である直接無限責任どういう状態ですか会社の借金を 社員が直接会社再建者から請求を受けてしまういやそれ会社の借金ですからと言えない会社の債権者から直接払えと責任を追及されでおまけに、えー、強制執行もされてしまうかつですよ会社の借金ある限り無限に責任を負わされる自分の出資額は10万であっても10万だけと言えないということです非常にこれ厳しい責任の取らされ,か取らされ方です でその社員ばかりであるのが合名会社なんです。直接責任で無限責任、非常に厳しい責任の取らされ方、その社員ばかりなのが合名会社。で次、社員が直接無限責任社員と直接有限責任社員に分かれる会社、これが合資会社なんですね。さあ、合資会社、次のページ、ちょっとご覧になってみてください、合資会社。例えば、<laughs> 合資会社の定款、定款というのはあの最高規則となります。 定款に、えー、各出資者の出資額は金100万円とし、えー、会社から請求を受けたときにその出資を行うものとするという、その会社の最高規則に、各出資者の出資額は100万円だよと、で会社から請求を受けたときに払いなさいねという規定があったとして、A さん、B さん、いずれも出資未利口、まだ払ってなかったという状態だったとしましょう。A さんが直接無限責任社員 B さんが直接有限責任社員合資会社というのはこのように直接無限責任社員と直接有限責任社員必ず1人以上いなきゃいけないでその割合は別に1対100でもあの50対50でも別に構わないんですがとにかくう無限と有限が1人以上いなければいけないという会社なんですじゃあこの A さん B さんともに100万円出資未利口で今回合資会社が、えー、1000万円の借金をこしらえてしまった。 でこの時に、この1000万の借金を会社が返せなくなってしまったとき、A さん、B さんはそれぞれいくら責任を負わされますかというとです、ね、ちょっとその下に答えを書いておいてほしいんですが、A さん、直接無限責任社員、ね、直接無限責任社員は、えー、A さんはこれ、1000万、一千万、一千万円、ね、について、ついて直接責任を負うと。 いうことになる1000万について直接責任を負うえつまり会社債権者から1000万円全額について、えー、責任を負わされてしまうと私出身100万だから100万だけで勘弁してが効かないということです。 債権者から直接請求を受,、ね、受けるから直接責任、そして100万で勘弁してくれが効かないから1000万について責任を負わされてしまうので、これ、無限責任なんですで。それに対して B さんは出資額、えー、出資額、出資額、出資額の100万円、100万円について。 直接責任を負っていくことになります直接責任,を負う責任を負う、つまり、えー、B さんは出資額の100万、だから有限なんですよ、出資額の100万円と限度があるから、でも、直接、その100万については債権者に直接請求されちゃうから、直接責任ではある、えー、直接責任ではあるけれども、限度がある。 直接有限責任と。ということはねこの B さんもし100万円を合資会社に出資・履行済みであれば出資・履行済みだったらももはや再建者に1円も責任を負いません出資・履行済みだから合資会社に出資・履行済みだったらもはや債権者に1円も責任を負わないということになっていくわけです。でまあ、今回未リコなんでね債権者に責任を負うんですがもし履行済みだったら責任を負わない。 で、合資会社というのはこのように直接無限責任社員と直接有限責任社員が必ず1人以上いなければいけない,い,なければい,けない会社だというふうにですね、思ってほしいと思います。あ、思ってほしいとか、そういうふうに思っておいてください。じゃあテキストに戻りまして、えー、今の話が34ページ、34ページですね。34ページ <laughs> 図表12をご覧になっていただくと、図表十二をご覧になっていただくと、はい、株式そうだね、全部チェックしちゃうとあれなんで。 まあ、全部チェックするのもあれなのでちょっと目で見ればいいと思いますよ、あの別にこれはのチェックするというか、えー、目で見ていただければいいと思うんですが株式会社と合同会社はこの点区別できない、えー、つまり間接でかつ有限であるでそれに対して合名は直接で無限の社員しかいないで合資に関しては、えー、直接無限と直接有限2種類に分かれて直接無限は直接責任、無限責任。 で直接有限社員は直接責任で有限社員という形になっていくことになりますその下はもう同じような図が書いてありますから、まあ、各自、あのえー、場合によってはご覧になっていただければと思いますさあでは続いての会社の分類方法いきましょう、えー、それがですねノートの3ページ社員権と呼ばれるものに着目した会社の分類方法です。で社員権 社員権というのは会社の社員としての地位のことなんですね。社員としての地位。で我々はいろんな地位を持っています。いろんな地位を持っている。例えばあのそれこそ配偶者としての地位配偶者としての地位。配偶者としての地位から例えばその自分の結婚相手に対してね不正行為を、えー、してはいけないと請求できる権利を取得しで、えー、例えばなんだあのー。 婚姻費用を分担しろという請求できる権利を有しまたあのお子さんがいらっしゃる方であれば親権者という地位を持っている親権者という地位に基づいて例えば子どもを看護を養育する、えー、権利を、えー、持ちそして、えー、当然です、ね、子どもをしつけそして子どもの、まあ、居所を指定するというようなあ権利を取得する。 つまり、我々いろんな地位というものを持っているので法律上配偶者としての地位親権者としての地位または債権、ねえー、者としての地位、ね、債務者としての地位でもいい、ね、売り主としての地位から問う。 そこから売買代金請求権売買代金債権という債権が発生するし飼い主としての地位を持っていれば例えば引き渡し債権、ね、などを取得するしそれからあの契約不適合による担保責任を追及できる権利なんていうのも取得するあいう法的な地位に基づいていろんな権利というのが、えー、あの発生していくと。 そう考えると、えー、会社の社員としての賃位を持っていればそれを賃位を持っていない人に比べていろんな権利というものを当然取得していくことになるわけです。 じゃあその会社の社員としての地位を社員権と呼ぶとしてイメージとしてね、社員でない人は、まあまあ、一段低いという言い方あれなんですけどその何も持っていないのに対して A 社の社員としての地位を持っていることによって具体的には例えば株主総会において議決権を行使する権利だとかそれ先ほど言いました、えー、利益を配当を受ける剰余金の配当というんですが剰余金の配当を受ける権利だとかそういう各種権利が派生してくるというそういうイメージをね あの会社の社員としての地位を持ってるからこそいろんな権利がそこに派生してくるというイメージを持っていただいた上でこの社員としての地位のことを、えー、何と呼ぶんだろうかで株式会社の社員としての地位のことを株式と呼ぶんですでそれに対して持ち分会社の社員としての地位のことを持ち分と呼ぶんですね。 な株式って言うとなんか皆さん、株券っていうイメージがどうしてもあると思うんですが株券ではなく株式というのは実は株式会社の社員としての地位のことを指すんだということをまずぜひ理解していただいた上でじゃあ、その株式会社の株式としての地位株式と持ち分会社と呼ばれる会社の社員としての地位これを持ち分どう違うんですかと言いますと持ち分というのは 各社員1人につき必ずその持ち分は1個しか与えられないんです持ち分は1個しか与えられないつまり100万の出資をした A さんであろうがえ50万の出資をした B さんであろうがその社員としての地位は皆な1個なんですねところが株式会社としての社員の地位である株式についてはえ1人につき1個とは限らないんです これはね社員権、えー、株式という社員権は均一の内容を持った多数の単位部分に分けられておりその単位部分の一個一個を株式と呼ぶ、ね、意味わかんないですよね要するにあの最小単位を1株式と呼んでその1株式を手に入れるための出資額というのをまず決めるんです。1株株式式を手にに入れるるためののの出資額仮に1万円だとするとその、えー、1株式とすそいう最小単位の C 位を手に入れるために払わなきゃいけない対価が1万円だとすると100万の出資をした社員 A さんは100株式というです、ね、100単位をもらえるでそれに対して50万円の出資をした B さんは、えー、50株式という、えー、50単位をもらえるという形で出資額に比例してだからいわゆる1単位である1株式を手に入れるために払わなきゃいけない、えー、出資額を決めてその出資額 を決めましていくら分払ったかによって、えー、株式の保有株式数を変えていくという点がポイントなんです次の4ページ見ていただくとまさに A 社社員としての地位を細分化していって最小の単位である1株式というのを決めていくで最小の単位である1株式にを手に入れるためにいくら払うのかというのも決めていきそこを,を決めましたら。 その1株式を手に入れる仮に1万円だとするとそれを100万払って100株式を手に入れた A さんと、えー、50万円を払って50株式を手に入れた B さんとの扱いというのを完全にこの保有株式数に応じて比例して扱っていくという点がポイントなんですつまり B に,与える権利 B に与える権利のそれと A に与える権利のそれを倍の開きを設けていく。 つまり保有株式数に応じて、えー、比例した扱いをしていくこれが株式会社の特徴なんです。持ち分会社と呼ばれる会社、まあ、持ち分会社というのは合名合資合同の3社を言うんですが合名合資合同の3社、ね、持ち分会社というのは、えー、なんせいくら金出そうがみんな1持ち分しかもらえない、ね、となると金をたくさん出した人とそうでない人との差別化ができないんですよあの出資額という観点からみんな1持ち分だから。 ところが株式会社に関しては最小の単位を手に入れるために払うお金をまず決めてでそのいくら分払い何個分の株式を手に入れたかによって取り扱いを変えられるので非常にあの株主の管理がしやすいつまり個性を失わせることができるこの人はこういう属性を持った人だから 手厚く、ね、あのお取扱いいいしななきゃいけない例えばですよ社長のお孫さんだからとかねそれから取引相手のそれからあの取引相手の方だからとかその、えー、または敵対的企業の関係者だから、まあ、ある意味あんまり情報を、ねえー、教えちゃいけないとか逆に厚遇しなきゃいけない冷遇しなきゃいけない、ね、そういうような個人情報に振り回されずにいやあの人は50株主だからいやこの人は100株主だからじゃあ、A、B さんよりも A さんを倍の扱いすればいいのねっていうふうにもうドライにですね 何株持ってるかによって社員の取り扱いを、えー、区別管理できるんですよですから非常にその、えー、1対1で面と向かってですねあこの人はどういう属性だからこういう取り扱いをしていかなきゃいけないという配慮をする必要がないそれはあのもちろんあのいい意味ばかりじゃないんですよ配慮をする必要ないからこそ敵対的企業関係者にあの敵対的な企業買収の標的にあって知らないうちにですね、えー 株主になってほしくない人がこんなに株式持っていたなんてことにもちろんつながりかねない危険性ははらんでますけれどもね 株式を持ってほしくない人がこんなにうちの会社の株式を実は手に入れていたって、ね、知らなかったよっていうことがだからよく起こるんですよだからねふ、えー、を開けてみたら、えー、有価証券報告書の届け出義務があ,ある何パーセントの保有株式のね、えー、何パーセントあなたの会社の株式を手に入れましたよなんて言って有価証券届出書の報告義務があるパーセンテージになるとその会社に通知しなきゃいけない通知っていうかあの知らせなきゃいけない。 うわあの会社にこんなに持たれてたんだなんて言って慌てて、ね、敵対的企業買収の TOB かけたりだとかその企業防衛あの防衛策をかけたりなんかっていうのが、ね、ありますけど、まあ、こ,この間もやりました、ね、ありましたね新生銀,銀行さんじゃないか。あの <laughs> えーあまあ、ちょっとその話は後でやりますけれどもそういうようなことがあるからこそマイナスの面もあるんですけれどもでも一人一人の株主さんのこの人はどういう人なんだろうっていうことによって取り扱いを変える手間を省ける。 あ,あの人は何株だからこういう取り扱いい取扱その A さんに対して B さんは半分だからその2分の1の扱いっていって株主の個性を失わせることができるそれが株式会社のメリットとで株主の個性を失わせることができるってことは多数の株主を管理しやすくなるということを意味しているで。逆に持ち分会社社というのは1人1人のは人人員が 一体どんな属性を持ってるのかというのをいちいち手厚く見ていかないと疎走になっちゃうんですね,であのあねまさか取引相手の、ね、社長の息子さんだとは知りませんで失礼いたしましたみたいな、えー、確かにお金出したお金は少ないけれどもすごく手厚く取り扱わなければいけない社員だったとかねいうようなことを。 えー、などに非常にこう注意を払って株主あ社員管理をしていかなきゃいけないとそういった意味で失礼しました少数の社員からなる会社であればともかくとして多数の社員を抱える会社形態には持ち分会社はなじまないということになります。だって一人一人どんな属性なのかというのを手厚くです、ね、あのその属性や背景を考えて、えー、社員管理をしていかなきゃいけないね。ね だからいくら金払ったかだけではあのドライに行けないという会社形態なので必然的に多数の社員を抱えるような会社にはなりにくいという特徴があるじゃあ4ページのところまとめのところを見ていただきたいんですが社員,権を株主、えー、社員権を株式と呼ぶ会社のことを株式会社それに対して社員権を持ち分と呼ぶ会社のことを持ち分会社というふうに呼んでいくことになります。さあそれでは、ね、この点35ページ見ていただきますと 35ページです今言いました持ち分会社と株式会社というのはこのように社員としての地位社員権を何と呼ぶかによって分けていくじゃあ持ち分会社冒頭1行ちょいチェックをお願いします持ち分会社とは会社のうち合名合資および合同会社のことを指すす合合合名合資合同のこことととを持ち分と呼んでいくことになりますさあそれではこの持ち分会社の最大の特徴はいくら金出そうが1人1個の社員権なんだ となると金出した金額によって社員の取り扱いを区別差別することができないので結局その社員の一人一人の属性に応じて社員の管理をしていかなきゃいけないとなると社員管理が非常にデリケートな問題になってきますから多くの社員を抱えることはなじ、えー、まない結果的に少数の会社形態ということになってきますでさらにですね社員の数が必然的に限られてきますからその社員自身が 自ら経営にに携わるという点も特徴になってきます社員自身が自ら経営に携わる、ね、という状況を所有と経営の一致というんですね、所有と経営の一致。しかしの後からちょっとチェックをしておいてほしいんですが持ち分会社においては原則として社員が会社の経営を行う、かっこ所有と経営の一致というところです。で 持ち分会社においては原則として社員が会社の経営を行っていくそれはなぜかというと少数の社員え、えー、当然顔の見える間柄です顔の見える間柄でなおかつ合名合資に至っては直接無限責任というです、ね、非常に厳しい責任を負わされる社員が少なからずいるというか合名に関しては全員なんですねとなると会社が作った借金のせいで自分の財産にまで強制執行されうるしなおかつ 自分の出資額を限度とせずに会社の、えー、借金の金額、えー、があればそれを全て責任を負わされるという非常に厳しい責任を負わされる社員がいる会社形態であるならばなおさら自分の責任であ自分の,あの手腕でもってです、ね、経営をしていきたいというふうに考えるのは普通なんですね。 自分の手腕で経営してそれで借金まみれになって日、ね、ッもムサッチムいかなくなってで自分の財産に対して強制執行されようものなら、まあ、ある意味自己責任なんですよだから自分の力量でもって経営をしていくからこそその重い責任をも受けられる、ねえー、それを甘んじて受ける覚悟も決まると、えー、まさに自分の手腕でもって経営をしていきたいという要望があるだろうから、えー、オーナーである出資者、ね オーナーである出資者、まあ、社員ですね、えー。オーナーである出資者イコール社員が自分たちで経営をしていく。そういった意味で、えー、出資者が会社のオーナーであるという意味で所有者っていうんです。出資者が会社のオーナーであるね。ということで所有所有者というふうに呼ぶんですが、まあ、所有と経営の一致というのは会社を実質 あの所有している出資者が会社を経営をしていくということを表した標語だと思ってみてくださいそれに対してです、ね、株式会社はどうかというと、えー、その上のところを見ていきましょうこちらの株式会社のというところもチェックしてみてください株式会社の社員は株主であるが株主が実際に会社の経営をするわけではなく具体的な経営は原則として株主によって選ばれた取締役が行うこれ所有と経営の分離というんですね。 つまり株式会社というのは先ほど言いました、えー、いくら金出したかによって取り扱いが区別化され株主の個性は失われるわけなんですね。どんなあの取引相手の娘さんだろうが創業者のお孫さんだろうが、ね、はたまた敵対的企業の関係者だろうがもう持ってる株式数によって確率的に取り扱いが差別化されていくのでその人がどんな属性かということは一切もう見ません。 もう何株持ってるかだけで全て取り扱いが変わってくるとなると株主の個性が失われ株主が全面に出てこないんです、ね、でまたあの株主さんサイドとしてもですね最近株やってんだよねとか言った時のその株っていうのは株式投資っていう意味でつまり自分が株式を購入した時の払った代金よりも売却した時の、えー、得られる代金そのキャピタルゲイン ですよね売却益売却益がどれぐらい儲かるかっていうことにのみ興味がある株主さんがほとんどである株式を好んで取得している人好んでというか株式投資やってる人っていうのは別に会社の経営に興味があってその会社の株式を購入したんじゃなくてねあくまでもキャピタルゲイン売却益をまあ頼りに頼みに株式を購入した人がほとんどであると。 でましてや会社側からも個性を失われて、ね、あの無味乾燥な何株主という扱いを受けていくわけですからなおさらですとなると結局株主さんに会社経営を任せるわけにはいかなくなってくるとなると会社経営は実際誰が担うかそれは株主によって選ばれた取締役というです、ね、経営者いわゆる取締役という経営人に会社経営を任せていくことになるこれを所有と経営の分離というふうに呼んでいくことになるわけなんです。 ですから社員権が株式と呼ばれる株式会社においては所有と経営の分離が進みえ、社員権が持ち分と呼ばれる持ち分会社においてはまあ、一部例外はあるものの所有と経営は一致しているえそういったところに結びつけていただきたいなと思います。ちょっともうちょっとじゃあお話しさせていただいて講義ノートを続いてですね。ちょっとここだけやっちゃいましょう。四ページもう一つの分類方法が。えー 会社の信用の基礎がどこにあるのかという分類方法になっていきますで会社の信用の基礎つまり、えー、取引相手はどこを見てその会社と取引をしようと思うかという点ですでこの点ですねあの人的会社と呼ばれる会社具体的には合名合資のことです会社の信用の基礎が社員という人にある企業これが合名合資の特徴なんですつまり誰が社員かというのを見て取引相手は取引をしようとするかどうかを決めると なぜかというと直接無限責任社員が絶対いるからですよ、この会社には。直接無限責任社員いいですか出資額を限度とせず会社に借金がある限り無限に責任を負わされる人,と人が1人以上いるってことです。ということは1人でもですね裕福な社員が直接無限責任社員にいれば、まあ、裕福なとかまか資金がある社員が含まれていれば会社債権者は安心なんです。会社の中に財産がなくとも、ね たった1人でもある意味資金において、えーまあ、非常に豊富な資金を持っている、ねえー、資金力がある直接無限責任社員が1人でもいればたとえ会社がずっこけてもです、ね、会社が倒産などしてもその人に直接無限責任で追及できるから資金の回収が可能であるつまり取引をしようとする相手はどこを見て取引をするかどうか決めるかそれは人を見て決めるそういう会社のことを人的会社具体的には合名合資のことを指します。 それに対して物的会社、これは株式のことを指すんですね。株式会社のことです。で、これはあの会社取引相手が会社の財産を見て、えー、取引するかどうかを決めていく会社のことです。つまり人じゃない。どんな株主がいるかんなんどうでもいいんです。だって株主には追求できないから。えー、会社の中にある財産しか、 強制執行することができないからこそ会社の中に今現在ある財産がどんな財産かを見て取引をするかどうかを決めるそういう会社のことを物的会社とと、ね、呼んでいくことになりますさあ合同会社はちょっとどちらにも分類されないのでちょっと後後でで半もう1つだけ、えー、続いて株式会社の限定の分類方法なんですが。が 株式会社の分類方法としましては、えー、資本金と呼ばれる金額に着目して、えー、分類をしていくことがよく知られていますでそれがです、ね、資本金が5億以上または負債総額が200億円以上どちらかでいいです、まあ、両方満たしてもいいんですが資本金の金額が5億以上または負債総額が200億円以上でこれは、ね、イメージとしてはうわすげえという感じですね <laughs> あの資本金が大きいか負債が大きいかということです。 で、えー、これらの企業を大会社と呼びましてそうでない会社と比べて、えー、この監査制度というのを充実させるというですね取り扱いをしていくことになりますで監査制度というのはやはりあの、えー、負債総額が大きいまたは資本金金額が大きいそれはすなわち取引相手が大きいということを意味するんですで取引相手が大,大,大人数に上っている会社これが大会社の特徴そういった会社においてですね適当なことをされると影響を受ける人が大きすぎるということなんです。 ですから監査制度を充実させてよりですねあの厳しいあの会社管理をしていこうというところがこの両者の違いということになってきます。ちょっとごめんなさいあの切りが悪すぎるんでもう一つだけ5ページ。これも株式会社の分類方法です、えー。株式会社の分類方法としまして5ページですね。公開会社と公開会社でない会社これを公開会社か非公開会社かと呼んでいきます。 で非公開会社というのは一体何どんな会社ですかと言いますと実はあの株式には自由に譲渡できるのが原則なんです債権譲渡自由の原則と同じように株式,株式会社の社員としての地位は自由に売り買いできていくのが原則なんですがその株式の譲渡が、えー、制限されている会社というのがあるんです。 ちょっと見ていきましょう会社の最高規則である定款にですね第30条当該者の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する株式譲渡に制限が設けられてるんですねいわゆる譲渡により取得するには取締役会の ok をもらわないと株式を取得できませんよ株式譲渡が自由じゃないですよという規定なんですで全ての株式この会社が発行する全ての株式にこの譲渡制限がついている場合 この会社のことを非公開会社と呼んでいきますすべての株式に譲渡制限がついている会社この会社を、えー、非公開会社と呼んでいくことになるんですねで、えー、非公開会社別名実務上閉鎖会社と呼んでいきますその心は閉鎖的だからなんですよ閉鎖的閉鎖的だから閉鎖会社なんですで、この閉鎖会社というのは株式を自由に売り買いできないということは、えー 新しい株主さんが参入してくることを警戒しているということです会社にとって都合の悪い人に株式を取得され、ねえー、仲良し経営が乱されるのを嫌がるということなんです みんな顔の見知った間柄株主さんがみんな顔の知った間柄で、まあ、本当に仲良し経営ですよ仲良し経営でその代々ですね、あの代々とかあのずっと株主も変わらずみんな見知った間柄で所有と経営が一致し仲良く経営を知った者同士の間でやっていく株主がそのまま経営にタッチしますから。 そういったことを好む会社必然的に閉鎖的かつ小規模の会社ですこういった会社がこの閉鎖会社非公開会社の特徴だと思ってみてください。でちなみにあの上場会社のことを上場会社というのは株式上場、ね、株式が東京証券取引所だとか JASDAQ などで株式が売り買いできる会社のことを上場会社と呼びますが上場会社のことを公開会社と呼ぶことがあるんですがこの 上場している会社のことを別名公開会社というところの公開とこの会社法上の公開は違いますここでいう公開非公開というのはあくまでも譲渡制限規定がすべての株式についている会社を非公開そうでない会社を公開と呼び、えー、いわゆる株式上場を果たした上場株、ね、例えば未公開株とか言いましたね未公開株というのはまだ上場してない株ね、時の公開という意味とは違いますからそこを注意をしてください。ただしただだししですね 上場している会社は、えー、絶対に非公開じゃありません、あのー。どうしてかというと、非公開会社というのは、株式会社の承認をもらわないと株式譲渡ができない。株式会社の承認をもらわないと株式譲渡ができない。 そんな東京証券取引所なんかで株式譲渡ができませんね、できませんよねだって、えー、会社の承認をもらわないと株式譲渡できない状態だったらそんな証券取引所で株式の売り買いができるわけないんですですから非公開は必ず非上場です非上場非上場 なんですがただあのいわゆる公開非公開の意味をちょっと経済用語としての、えー、公開非公開と間違えないようにしてくださいじゃ反面、えー、公開会社というのは何かというとごめんなさいねちょっとオーバーしちゃって、えー、公開会社というのは株式を自由に売り買いできるすべての株式を自由に売り買いできるのみならず株式には実は種類株と言いまして あの1つの会社がいろんなパターンの株式を発行することができるんです一種類に限られない発行する株式は何も一種類に限られないんですねいろいろなあのユニークな、えー、他と違う株式を発行できるんですがその株式のパターンの中でも一種類でも自由に譲渡できる株式を発行、えー、するのであればそれも。 公開会社になっていく例えば ABCD って4種類の株式を発行しますけれどもそのうち B 種株式については譲渡制限がついてるけど A と C と D は自由に売り買いできますよだとこの会社は、えー、公開会社になるっ ABCD 全部の種類に譲渡制限がついちゃうと非公開になるんですが1種類でも自由に売り買いできる株式が発行で、えー、していれば発行可能であればこれはもうあの公開会社というふうに呼ばれていくよ と、えー、ということなんですちょっとここのところまた後半のところでまた詳しくやりますので、ごめんなさい、オーバーしちゃって、えー、前半ちょっとオーバーしてしまいましたので、今から10分間のです、ね、休憩に入っていただこうと思います。では休憩にお入りください <laughs>